なに残念なお知らせがある。明日の8月24日日照府、ね、せっかく世界プロレス協会とのコラボ興行だけど俺出れねえよ。本当申し訳ない、本当に申し訳ない。みんな多分俺の試合待ってると思うんだよな。でもな、でもちょっとな、いろいろあるんだよ俺にも、ね、その辛い気持ち分かってくれ、ね、ただただ待ってくれ。明日世界プロレス協会とのコラボ興行ということはあいつが出る、あのシークレットベースにも何回出てるか出てる石橋葵、あいつはいいスパーク持ってる。あいつは多分俺の後継者だ、うん、そうだな。あいつがスパーク青木の代わりにスパーク葵としてあいつはやってくれるはずだ明日。ああ、うん、というわけで明日は、ね、スパーク青木は出れないけれどスパーク葵が頑張ってくれるからよろしく頼むぜ。じゃあみんな元気でな。スター